東京オリンピックならば過去最多となる126名のアスリートが参加、2人の熱き戦いが今回のオリンピックがもっと楽しみになること間違いなし。注目のインド人選手1人目は、こんにちは、インドオイル系 YouTuber のギルです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。ぜひ最後までご覧ください。今日のテーマは東京オリンピック。いよいよ東京オリンピックが開催。ここインドでもだんだんと盛り上がりを見せつつあります。前回こちらの動画ではインド現地でオリンピックがどのように報道されているのか、インド人のリアルな反応についてお届けしました。今回この動画ではオリンピックがもっと楽しみになること間違いなし、注目のインド人アスリート選手3名をご紹介します。今回の東京オリンピックは史上最多の33競技339種目が東京都を中心に42会場で開催。22日のサッカーを皮切りに23日には開会式が実施、8月の8日まで熱き戦いが繰り広げられます。今回のオリンピックでは日本で人気の野球、ソフトボール、空手が追加競技として行われたり、若者を意識したサーフィンやスケートボードなどが新たに行われるのも特徴と言われています。今回インドからは過去最多となる126名のアスリートが参加、18の競技に出場します。どの選手も実力ある魅力的な選手ばかり。今回はこの中でもよりメダル獲得が期待されているインド人選手、そして日本人選手のメダル獲得も期待されている競技、個人競技、この3つのポイントから注目のインド人アスリート選手3名をご紹介します。注目のインド人選手1人目はバドミントンのシンドゥ選手。シンドゥ選手はインド選手団の中でも筆頭のメダル獲得が期待されている選手です。日本のメディアでもインドの美人選手として多く報道されているので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。シンドゥ選手はハイデラバード出身の女子バドミントン選手、両親は全国レベルのバレーボール選手で、2013年、2014年には世界選手権で銅メダルを獲得。インド史上初のバドミントン選手権シングルスでメダルを獲得した女性となりました。2015年にはこれらの功績が認められ、インドの民間人名誉勲章を受けています。2016年のリオ五輪では、日本の奥原選手を破り、見事決勝進出。決勝では惜しくもスペインのカロリーナ・マリン選手に敗れ銀メダルを獲得しています。シンドゥ選手はインド国内でも圧倒的な人気を誇っている選手で、前回お届けしたこちらの動画でもシンドゥ選手の名前が注目の選手として挙げられていました。女子バドミントンメダル争いとして注目されている日本人選手としては、2019年の10月に初の世界ランキング1位に輝いた奥原希望選手、2018年4月に世界ランキング1位を獲得した山口茜選手らが金メダル争いのライバルになり得ると報じられています。ちなみにシンドゥ選手は日本の奥原選手と同じ95年生まれで、世界大会ではしのぎを削ったライバル同士、また2人の熱き戦いが今回のオリンピックでも見られるのではないかと期待しています。注目のインド人選手2人目は女子レスリング53キロ級に出場のビネッシュ・ポガット選手。こちらの選手も今回のオリンピックでメダル獲得が期待されている選手です。ポガット選手はインドでも有名なレスリング一家の出身で、リオ五輪では膝の怪我が原因で準々決勝で敗退とはなったものの、2018年のコモンウェルスゲームズや2021年のアジア選手権ではいずれも優勝を収めています。まさに実力派選手のポガット選手、このポガット選手が出場する女子レスリングで日本人選手として注目されているのは向田真優選手。向田選手はホスト吉田沙保里と呼ばれ、2度世界選手権で頂点に立つこちらも実力派。向田選手は今回初のオリンピック出場、メダル獲得が大いに期待されています。ちなみにインド映画で女子レスリングを題材にしたスポーツ映画といえばランガル、きっと強くなる。ランガルは2016年にインドで公開された映画で、
あの人気俳優のアーミル・カーンが元プロレスリング王者を演じ、その娘2人をプロレスラーとして鍛え上げていくというかなりですね熱い映画となっています。そしてなんとこの映画のモデルとなっているレスラーというのがポガット選手のいとこにあたるポガット姉妹なんです。この作品かなりニッチなテーマでありながらも、ここインドではかなりのヒットを収めています。私も好きな映画の一つなんですが、もうこの映画を見るともちろんレスリングの面白さであったり魅力は当然なんですけれども、同じ女性としてそしてこうひたむきに戦っていく姿を見ると、もうどこか勇気づけられるような力強い作品となっています。実は日本では2018年の4月に公開されています。そしてなんと今 Netflix でもこのダンガル見ることができるので、ぜひ合わせてご覧ください。注目のインド人選手3人目は女子ボクシング、メアリーコム選手。このメアリーコム選手は自身2度目のオリンピック出場となり、なんと4児の母でもあるんです。メアリーコム選手はインド北東部のマニプール州の農家出身で、競技歴はなんと20年というベテランボクサー。世界選手権では6回の優勝を収めており、ロンドン五輪では銅メダルを獲得する誇らしい実力を持つ、まさに実力派。2016年からはインド連邦上院議員も務めていて、今回の東京五輪では競技人生の集大成を目指すとも言われており、より注目が集まっています。同じ女子ボクシングフライ級でメダル争いとして注目されている日本人選手は並木選手。並木選手は2018年の世界選手権では銅メダルを獲得、今回初のオリンピック出場、金メダルが期待されている選手でもあります。ちなみにメアリーコム選手といえば、自身の半生が描かれた電気映画メアリーコム、もうそのままの名前なんですが、実はこの作品は2014年にインドで公開されていて、あの人気ボリウッド女優のプリヤンカ・チョープラが主演を務めたことでかなり人気となった、話題となった作品でもあります。メアリーコム選手の競技人生がギュッと詰まったような作品でもありつつ、プリヤンカ・チョープラさんのですね、もう美しい肉体美がもう感動するような、そんな映画となっています。この映画も実は先ほどご紹介したダンガルと同様、現在 Netflix で見ることができるので、ぜひ合わせてご覧ください。今日も最後までこの動画をご覧いただきありがとうございました。今回この動画では注目のインド人アスリート選手3名をご紹介しました。東京オリンピック、自国日本の選手の応援はもちろんなんですが、こうして世界の魅力的な選手を知ることで、もっとオリンピックワクワクしたものになるのではないかと思います。私はここインドから日本の選手、インドの選手、世界中の選手の活躍をすごく楽しみにしています。このチャンネルではこんな風にインド現地からインドのリアルな情報をお届けしています。注目の3人の選手の活躍、楽しみ、面白かったと思ってくださった方は、このチャンネルにチャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いします。そして各種 SNS、 Twitter、Instagram、LINE アットも始めているので、こちらも合わせてフォローしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。だんだんと盛り上がりを見せてきています。もう一回。ポガット選手は、ポガット選手は、ポガット選手は、女子レスリングを題材にしたスポーツ映画といえば、ダンガル。放題は、きっとうまくいく。違う、きっとうまくいく。3イディオットだ。きっと強くなる。きっと強くなる。
私の個人的なオリンピックの楽しみ方なんですが、注目選手の SNS、Twitter だったり、Instagram を検索してですね、その選手のことをより知ることですね。例えば、ボクシングのメアリー・コム選手で言うと、こういった風にですね、Twitter もされていらっしゃるので、選手村でこういう風に過ごされてるんだとかいうことを知ることで、より選手のことを知って距離も縮まるような気がして、オリンピックが楽しみになっています。今回ご紹介した映画ダンガルだったりメアリーコムに関してもですね、もう素敵な映画となっているので、これを機会にぜひ皆さんご覧いただければと思います。みんなで日本もインドも応援していきましょう。